耐えざるお助けの聖母とは、カトリック教会における聖母、マリアの称号であり、15世紀に描かれた遺恨である。15世紀のビザンティン美術を代表的する遺恨である。この遺恨は、オスマン帝国による統治を嫌って、クレタ島に逃れた画家によって、15世紀中頃に描かれたとされる。この遺恨には、マリア、 イエス、大天使ミカエル、大天使、ガブリエル、などが描かれている。このイコンは、ラツヨ州ローマ大都市圏ローマ市の聖アルフォンソデリゴリ、教会にて、永久に保存され続けることになっている。聖アルフォンソデリゴリ教会では、毎週、耐えざるお助けの聖母へのノベナが唱えられる。また、このイコンは、東方聖教会においては、受難の乙女、または、 受難の生信条として知られている。キリストの受難が絵画で表現されているため、それを説明する際に用いられている。15世紀末にローマに移され、聖魔体教会に掲げられていた。しかし、1789年に聖魔体教会の聖堂が破壊されたことに伴い、イコンも行方不明となっていた。1863年に発見され、 聖魔隊教会や土地に混流された聖アルフォンソで、リゴリ教会に掲げられることになった。1865年、レデンプトール会の修道司祭らは、ローマ教皇ピウス九世からこのイ婚の管理と広報を委託された。やがて、ローマカトリック圏内においては、このイコンの人気が次第に高まり、多くの複製や模写が描かれ続けてきた。 近代になると、このイコンの模写が、家庭、企業、公共機関などを置いても飾られるようになった。1867年6月23日、このイコンは星座において、体感を受け、耐えざるお助けの聖母の称号のもとに、聖母聖画として公認された。レデンプトール会の修道司祭らは、今も、なお星座よりこのイコンの管理、保護、及び、聖母マリアに関連する。 美術作品に関する広報活動を委託されている。なお、耐えざるお助けの聖母の祭日は6月27日である。この聖母の称号に対する述べ名は水曜日に連続吸収となえられる。ありがとうございます。